ビルに聞いてみた。ぶっちゃけオーケストラのコーナー。第1問、演奏するのが嫌な曲何ですか。トップバッターはオーボエ奏者。答えはこちらの美しい曲ですが、そもそもさ、はい、演奏してて、はい、気持ちいい瞬間とかこのメロディーを聴くのが好きっていうのを最初に聞いてから、普通はね。ちなみに逆はどうなんですかって聞きますよね。うちは違います。嫌な方がいい。すごい角度からいきますね。さあ、カバレットアクスティカーナの感想曲、これどこがそんなに嫌なんですか。最初はやっぱり弦楽器の美しいメロディーが続いてきて、そこでさあ吹いてみなっていう感じでまず吹かされるわけですね。ああ、音楽的に弦楽器が盛り上げていいところで出てくるという。さあどうぞ。どのような音を出すために難しいんですか。待ってる間にリードの調子によっては音程がすごく高くなってしまったり、そういう不安もありつつ、でも言葉に出したら安っぽくなりそうな心の高ぶりを、なるほど、音にしなくちゃいけないっていうのがまたね。マエストロ、はい、演奏者のそういう大変さは演奏者に克服してもらうほかはないですね。そうですね。アンケート書いたんですか。こうなるんじゃないかと思って僕は出しませんでした。そうか。大声演奏者の他の方が書いてくれたのみたいですね。じゃあ今犠牲になっておられるということで、ね、かわいそうです。ということで、じゃあ今この場で吹いてもらってよろしいでしょうか。酷ですよこのコーナー。よろしくお願いいたします。すみません本当に、いやでも本当にね、このリードっていうのはねものすごく繊細なんですよ。乾燥してきちゃうと待ってるみたいな音が、そうなんですよ、乾燥が変わるとあるんですよ。あるんですよ。こうやって刻一刻と話してる間にも、もう乾いてきちゃって、あ、そういうことだ。ではマイストロお願いいたします。